ウィリアム・スコット・ゴー・ハムは、アメリカ合衆国カリフォルニア州グレンデール出身の、ロックギタリスト。1970年代から活躍する、ロックバンド、シン・リジーのギタリストとして著名。シン・リジーには1974年に加入し、1983年の、解散までプレイ。元フロントマンにして、ソングライターのフィル・ライノットの死後も、定期的にグループを再編し、 現在も活動中。カリフォルニアで育ち、最初にベースを練習。地元のローカルバンドで活動していた。1960年代には、後にスーパートランプに参加するボブ・シーベンバーグらと、即興演奏を主体にしたバンド RHS で、活動。1974年、スーパートランプのオーディションに参加するシーベンバーグに、誘われて、イギリス行きに同行。 そこで偶然にシン、新理事のオーディションが行われるのを知る。理事の曲を聴いたこともなければ存在さえも全く知らなかったが、見知らぬ土地で切羽詰まっていた、ゴーハムはオーディションに参加。ギターはコピー商品しか持っておらず、さらにブロンドの長髪といういでたちをキーの目で見られたというが、セッションで波長が合い、その晩のうちにフィル・ライノットから加入を依頼された。 シン・リジーでは、同時に参加したブライアン・ロバートソンと共に、バンドの代名詞となるツイン・リード・ギターを編成し、ギタリストとして、作曲家として、グループの黄金期を支えた。ロバートソン脱退後も、ゲリー・ムーは、スノーイ・イホワイト、ジョン・サイクスらとコンビを組み続けた。シン・リジー解散後は、フェノメナに参加。 そこで知り合ったリーフ・ヨハンセンと1991年に21ガンズを結成。アルバムを3枚リリース。他にも、エイジアや、ロリンズ・バンドともプレイしている。1996年、ジョン・サイクス・ラ元メンバーたちとシン、新理人を再結成。1986年に他界したフィル・ライノットを追悼する20、20ツアーを行った。 1997年には21ガンズのメンバーと共にサイコモーテルズの曲 I ア m a Live にゲストとして参加しギターを演奏。その後オリジナルドラマーのブライアン・ダウニーらと共に新・リジオ再々結成。ライブを中心に活動。2012年メンバーを入れ替えてバンド名をブラックスター・ライダーズとしたが機会があれば シンリジー名義も使用するとしている。2013年5月、ブラックスターライダーズとして、アルバム、オール、ヘルブレイクスルースを発表。シンリジーの歴史が迎える新しい局面、ブラックスターライダーズが2013年5月デビュー。ありがとうございます。